航空自衛隊浜松基地所属の救難ヘリコプターが昨日夕方浜松沖に墜落し、今日の捜索で海からヘリの部品が複数回収されました。海上で捜索が続いていますが、乗っていた隊員4人はまだ見つかっていません。画面中央に見えるレーダードーム、ここが航空自衛隊の浜松基地です。そこから南へおよそ30キロの演習灘がヘリの墜落現場とみられます。今日浜松沖の演習灘で行われた大規模な捜索。行方が分からなくなったのは浜松基地の救難ヘリコプター UH60。 災害発生時に人命救助や患者の搬送などの任務に就く機体です。4日前の日曜日、浜松基地で救助活動の様子を披露したヘリコプター。これと同じ型のヘリが昨日夜間訓練の最中に消息を絶ちました。そして今日、海上でヘリコプターの機体の一部が次々と見つかったのです。午前9時です。行方不明機のものでしょうか。燃料タンクのようなものが自衛隊の船に引き上げられていきます。防衛省によりますと、 UH60 は昨日午後5時51分に浜松基地を離陸、6分後の5時57分に無線交信をしていますが、特に異常をうかがわせる内容ではありませんでした。そして離陸から11分後、午後6時2分にレーダーから機体の姿が消えたのです。自衛隊などが夜を徹して捜索しました。ヘリコプターの一部とみられるドアでしょうか。航空自衛隊とおそらく書いてある白い文字がその青いラインの上にあるのが分かります。このほか積み込まれていたとみられる装備などが次々と回収されました。そして昨夜からの捜索により、新たにパイロットのものと思われるヘルメット3個が発見され、うち2個は回収をいたしました。このヘリは墜落したとみられ、機長の花房昭弘担当空佐など乗っていた4人の隊員はまだ見つかっていません。浜松基地によりますと、墜落した救難ヘリコプターはおととし10月に配備された新しい機体で、今年8月末の点検では異常はありませんでした。機体が消息を絶ってから丸1日が経過した今も、自衛隊は手がかりを求めて捜索を続けています。